ツイステッドワンダーランドを続きからやっていきたいと思います。前回の続きでとりあえずみんな仲良しポムフィオーレ寮からスタートしております。なんかあっちのチームはね空気感がいい感じでとても安心できますね。はい、じゃあ毎回恒例のコメント読み見ていくんですけども、初っ端からなんかすごい名前の人がいますね。バイパー家の椅子、とんでもないルクハンに沼ってしまいました。スカラビア推しです。うん、バイパー家の椅子だけども、ルクハントにね、うん、ハマっちゃったんだね。ルク先輩素敵だもんな。リリア様ー叫んでる。おじたん、タンメン、なに？おじたんの誕生日おめでとう的な感じなのかな。エグリザイズレアでほしい。これ前回見た気がする。エースって可愛いですよね。確かに可愛い。エイディウス今回ほとんど出てこねえな、そういえば。まあ、しょうがないか。囚われてるもんな。予言しとくけど、6章後編2で死ぬ。死ぬな、生きてくれ。どうなるんだろうね。まだ俺もチャージ中だから全部のストーリーは見切れてないって感じ。チャージ中どころかまだ終わってすらいねえもんな。ポニテビル様は確かにこれすごいいいかも。多分あれだよ、2回目のバースデーのコスチュームだよね。めっちゃいい笑顔してる。素敵かも。これはコメント見たかな。副寮長を怒らせたら、あー6章後編に気合入ってる。こちらが美しい毒蛇さんになります。バイパーさんだね。バイパーさん好きなんだね。リドル君とビル様を推しフレンド募集してます。だそうです皆さん。この人毎回募集してる気がする。シーバルファンク、これもコメント見た気がする。この人まあマズルの口に唐揚げね、もう詰め込みたい同盟の人だからね。フロイドガチャ全処理コンボ、これもコメント見てる気がする。これなんか結構見てるコメント多いかな。オバブロ勢の幸運を全力で願いたい。幸運願ってあげて。大丈夫、きっと救われるはず。でも6章どうなるんだろうね。誰がオーバーブロット、グリムか。グリムがオーバーブロットする可能性あるのか。そうだよな、シュラウド家はオーバーブロッドしないって話だからな。どうなるんでしょう。シルバー&シュラウド兄弟推し、授業サボりがち監督生。なんかこれちょこちょこコメント見てる気がするな。僕の左目を見て、そう、キノコが食べたくなるでしょ、洗脳されてる。はい、じゃあメインストーリー見ていこうか。ストーリーメイクの番に6勝。ちょっとね、チームポムフィオーレね、戦力がねやばいんじゃないのかなってちょっと思ってたりもするけども、まあビル様とリリアが結構火力高いからそこでどうにかカバーできればいいんだけどって感じ。こっちのチームもな、まあラギーいるからどうにかなる。ラギージャックでどうにかなるのかなって思ってもいるんだけども、まあ行こうか。もう早速戦闘だ。スタート。お？あ、いた。エレベーター。なんとか無事に切り抜けられたわね。ケージの中で目覚めていたファントムはどれも小さな個体ばかりだった気がするよ。うん、あれくらいなら僕でも楽勝かな。油断しないで。ファントムは収容されている階層が深いほど厄介な個体が多いと聞いてる。気を引き締めていきましょう。それにここに来て分かったことがある。うん？この島全体のコントロールを掌握したあの兄弟でもファントムの凍結を一気に解除することはできないってことよ。確かに言われてみると、それができるならすでに勝負は決しているはず。なんでだ。ええ、昨日研究所の職員がファントムをタルタロスから搬出してテストする場面に出くわしたの。そのアナウンスの内容からして、おそらく収容所内部には凍結を解除する設備がないんだと思う。何かあった時にすぐ解除できないようにしているのか。人300より被験体 ROS859A SUS3320B のテストを開始します。現在該当ファントムのケージを凍結解除中。職員の安全に万全を期すため、テスト終了まで館内の扉は全て施錠されます。館内を移動中の方は速やかに管轄エリアにお戻りください。例えるならタルタロスは巨大な冷凍庫、解凍できる電子レンジは冷凍庫の中にはないんだわ。なるほど。そっか、じゃあ今は冷凍庫の電源を抜いて中身が自然解凍されるのを待ってる感じかな。ええ、つまりあいつらも今は動きたくても動けない状況なのよ。ゲームだなんだとふざけた言動でこちらを惑わしてくるけれど、その実私たちを足止めして時間稼ぎをしたいんじゃないかしら。要するにイデア君たちも余裕があるわけではないということだね。多分ね。それにしても
オルトの悪役らしい演技はなかなかね。世界のリセットなんかやめて役者になった方がいいと思わない？ヴィランをヴィランらしく演じられる子役は貴重よ。学園に戻ったら彼を映画研究会に誘ってみたらどうだい、ビル？あ、一緒に学園に戻れるって思ってくれてるのもまた優しいよな。それも悪くないかもしれない。さあ、先を急ぎましょう。なんか同じ学園を助けてやろうって気持ちもあるんだな。第二の試練はあっさり抜けられちゃった。最初とはいえ難易度の設定を低くしすぎたかな。大丈夫だよ、じきにタイタンズも覚醒する。一番厳重に凍結されている第12層に収容されてたのに、ずいぶんと溶けるのが早いね。さすがは原初のファントム、他の奴らとはレベルが違う。冥府のゲートの封印解除も順調だ。冥府は中へ入ることはたやすいけど、一度入ってしまえば内側から出ることはできない。一方通行で不可逆の扉、それを内側からこじ開ける。冥府の門をくぐった者は二度と地上には戻れない。それが起きて僕が冥府から戻ったらみんな驚くだろうな。楽しみだね。どうなるんだろう。やっぱオルトって言ったってさ、オルトの人格は2つあるわけじゃん。なんかこうイデアってどっちを選ぶんだろう。階段の奥から何か歩いてくる。え？あのサイズもしかしてグリム君？おーい、絶対違うじゃん。いけない、エベル君、グリム君じゃないよ。彼よりも体長が10センチほど低い。詳しい。すごい勢いでこっちに走ってくる。構えなさい。10センチってよく分かったな、10センチ。本当だ、グリムの本物だ。全力でかかってきなさい。さて、どうする？3万。徐々に体力が増えている。あー、なんか今回はこれちょっとややこしい。どうしてやろうかしら。国は禁物じゃ。おふざけはここまでにしましょう、リリア。光栄はわしに任せよ、ビル。こんなのお話にならないわ。ビル先輩強え。ああ、やったやったやった。ロキロキ、しかも回避もしてくれたし。あーんと、あー、無属性が来そうな感じ。非属性いない。あー、まあこれで始めようか。やってみるといい。贈り物を授けよう。優雅さが足りないな。もう威力ある。面白い。まあ、ここら辺はね、まあで、水ぶつけたいかな。足音は禁物さ、はい、これで終わり。罠にかかったね、牽制さ。ああ、ラッキー、ユートさん、プレゼント期待してるぞ。心から君を祝おう、リリア君。懲らしめて。悪くない。まあ、これぐらいはね、楽勝だからね。おい、第5層、あれ、そろそろ終わりか。何話まで見たんだっけ。14まで見たのか。ってことはみんな14あるのか。まあ見ていこうか、続き。おお、よく見たら全然クリム君じゃなかった。可愛くもなかったしね。まったく、軽率な行動は慎みなさいよ。収容所外でファントムに遭遇する回数が増えてきた。下のフロアの収容所内で回答が進んでいるようだね。グリム君どこにいるんだろう。ファントムに襲われてないといいけど。大丈夫、彼はあれでいて度胸もあるし賢い。きっとどこかに身を隠して難を逃れているさ。ツナ缶をフォークで叩いて音を出せばすぐに飛んできそうな気はするけどね。確かに、ちょっと来そう。さすがに猫じゃないんだから、お気に入りのツナ缶持ってればよかったな。明日だな、持ってきてあげればよかったね、お土産。そういえばウィルさんはスティウクス本部ではグリム君と一度も会わなかったって言ってましたよね。
ええ、さっきあんたたちに話を聞くまでここに連れてこられていることすら知らなかった。おそらく監督生を襲ったことに関してブロッドによる影響を疑われていたんでしょう。明日の朝私たちと一緒に出所予定だったなら、 VDC 後のグリムの凶暴化とブロッドの因果関係は認められなかったのかもしれないわね。グリム君は魔獣だ。どんなに人慣れしていても獣は不意に野生に戻ることもある。制御しようとしてもできるものじゃない。生まれ持った本能だからね。でもそれは人間も同じこと。理性というのは脆く頼りない白氷のようなものなのさ。だからね監督生君、グリム君が君を傷つけてしまったことは本人、いや本獣にとっても本意ではなかった可能性が高い。そこ直すの、なんか優しい。グリムはきっと無害だよ、大丈夫だよって言ってくれるの。もうなんかこのポムあったけ。なんなんこの人ら、マジいい人すぎる。もちろん分かっています。一緒に学園に戻れたら短く爪切りしてやります。そうだな、もう血出ちゃうぐらいまで切ってやる。虐待。エース君とデュース君から聞いたことある。グリム君爪切りをすごく嫌がるって。かわいい猫だ。うちのコゲマルもね、暴れるからね。ファッションで伸ばしているならまだしも、ただ伸ばしているのはみっともないし不衛生よ。切った後にはヤスリがけと爪磨きも忘れないようになさい。切りっぱなしなんて言語道断。なんなんここのチーム、マジあったかすぎるんだけど会話が。それはグリムだけじゃなくあんたもよ監督生。怒られた俺も。いいこと、指先が美しく整っているだけで清潔感と垢抜け度が段違いなんだから。なるほど。私もビルと親しくなって最初に指摘されたのは指先のケアだったな。だってあんたの手ときたら弓の鶴を引くときにできるタコをはじめとしてひび割れにささくれ、とにかく荒れ放題だったんだもの。普段は手袋をしているからあまり気にかけていなかったんだ。でも君はそんな私に見えないところこそ気を使うべきだと言ったよね。そういえば先輩たちの出会いってどんなだったんですか？オンボロ寮でその話をしてた時カローンが乱入してきて最後まで聞けなかったから気になってて。あ、そういえばそんな話をしてたかしら。別に大した話じゃないわよ。でも気になります。黙って歩いているのもなんなのでぜひした。そう、じゃあ話すけど、ルークと私が初めて話したのは入学してから数ヶ月経った頃のこと。第一印象はいいとは言えなかった。あ、見て、次の収容所の扉が見えてきた。おい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 、まだ話始まったばっかりなのにもう終わった。今話し始めたばっかじゃないですか。私の雑談より収容所を突破して冥府にたどり着くのが先決というか、期待してるところ悪いけど本当にたわいもない話よ。何？まあそれでも聞きたい。まあとりあえず3時間チャージタイムがあるからその時に聞かせてもらおうな。それでもいいなら次の収容所を無事に抜けられたら話してあげるわ。無事に抜けさせていただく。俺の編成で勝てればね、勝てればね、うん、勝てるかな。ちょっと自信ないんだよな正直。第1タワー10話見てこか。あれ、まだ戦闘じゃない。まだストーリーを楽しませてくれるらしい。静かだわ。それにさっきの収容所よりすごく寒い。この収容所のファントムたちはまだ凍結状態にあるのかもしれない。今のうちに手持ちの ID カードでドアが開けられるか試してみます。やっぱりダメか。ここを抜けるには新しいカードが必要みたい。も、来たぞ。今回は囚われのお姫様か囚われのおじ様か。おっとっと、冒険者の皆さん、第三の試練の場へようこそ。出たわね、オルト。待たせちゃったかな。ごめんごめん、いろいろと忙しくて。次は入り口に案内用 NPC を置いておくようにするよ。出てくるたびに僕たちをおちょくって。
正々堂々出てきて勝負しろ。そうしたいのは山々だけど、君たちを訪ねるにはもう少し時間がかかるんだ。あら、随分と余裕がないみたいね。悪だくみで手一杯なら、私たちがお手伝いしましょうか。さて、この収容所を突破するためのミッションについて説明するよ。それは、困っている人を助けよう。困っている人？この収容所の中にはファントムしかいないはずじゃ。それはどうかな？よく耳を澄ましてみて。助けて、助けて。とらわれのお姫様だ。でも絶対またカローンがいるんだろうな、中に。人の声がする。誰かが助けを求めてる。した？このケージの中のどれか一つに ID カードを持った研究員が閉じ込められている。ケージの中は人にとって適切な温度とは言えないから、早くしないと寒さで凍えちゃうかも。なんですって？やっぱりヒーローは人助けができなきゃね。では諸君、健闘を祈る。研究員さん、居場所がわかるように声か音を出してください。ここよ、誰か。お、叩いてる。あー、暴れてる。あれ、こっち実際にファントムいそうだよ、これ。周りのケージからも音がし始めた。まずいわね。私たちの気配に反応して他のファントムたちも活動し始めたのかもしれない。このケージの壁はかなり分厚い。声が聞こえるということは、研究員はそれほど遠くにはいないはず。急いで見つけ出しましょう。一発で当てちゃうよ。任せておくれ。4つだろ、また4択だろ。任せろ俺に。第1タワー11話。はい。8321-4238-9561-2452。ここだ。4238にいる気がする。スタート。あ、相手全部非属性だ。いけるかな。あ、違う、無属性もいるか。火と無属性だ。てかもう非属性と無属性で固定されてんのかな。あのケージすごい勢いで動いてる。おうらら、ずいぶんと元気がいいファントムだね。いつ飛び出してきてもおかしくない。監督生が狙われたら厄介だし、早めに対処しましょう。ありがとう。なら、ケージを破壊する役目は私が引き受けるよ。わかった。エペル、迎撃の準備はいい？はい、いつでも行けます。頼もしいね。それでは狩りを始めるとしよう。はっ。出た、食べ。遊んでやる。うわー、もう HP とうとう並び出しちゃった。いいチョイス。あー、リディア今ここで出すのもったいない気がするな。絶対無属性来そうな感じあるもんな。ちょっとまだ取っときたい感じがある。はい、足音は禁物さ。一旦取っとこう。罠にかかったね。はっ。次はないよ。ああ、よかった。でも2000ダメージだけ。だ、ここで、ね、リリアとビール様をね、温存できたからね。ちょっとね、いいとこでぶつけたいんだよな。いいとこで。いいよ。属性と始めようか。ちょっと危険なのを先に消化していこう。あ、痛い痛い。骨棒だ。逃げ切れると。あ、でもルーク先輩出したらこれリリア連携取れねえんじゃね。そういえば、あっちゃー、やっちゃったよ俺。バカだ。ルーク先輩全員出しちゃったよ。もう、どうしよっかな。承知。いいチョイスよ。無理は禁物じゃ。ほい。おっとおっと。よしよしよし。おふざけはここまでにしましょう。リリア、光栄はわしに任せよ。ビル、全力で潰してあげるわ。
もうなんか無属性しかこなそうな感じが、これ戦い方ミスった感じがすんごいする。まあ、面白い。いいだろう。贈り物を授けよう。おっとおっと、どうじゃ。あ、なんかギリギリ勝てそう。残りは、いい感じじゃね。さあ、見てください。勝ったんじゃね。感謝なさい。笑えるわ。ああ、もうやっぱセービル様。一人でガンガン持ってく。見せてやる。よし。一安心。さあ、カードキー一発で引けたかな。当然の結果ね。どう？最初からファントムしか入ってないのは分かってたけど、無駄な戦闘をさせられた感じがしちゃいます。外れや。おやおや、何を落ち込む必要があるんだい。私たちの力を合わせて当面の危機を退けた。喜ばしいことじゃないか。でもやっぱり外れは素直に喜べないかな。そうね、時間の面でも魔力残量の面でもできるだけ無駄はなくしたい。というわけでおしゃべりはおしまい。さあ次に行きましょう。うん、じゃあ次どこ行こう。今回のポムは全員外しそうな勢いだ俺。いやね、9561からなんか匂うな。お前匂うぞ。ここクン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 いる？助けて。あ、来た。寒い。今の声は研究員さん、そこにいらっしゃるのですか？はい、ここです。早く早く開けて、早く。扉からなるだけ離れて身を伏せていて、行くわよ。はっ。大丈夫ですか？やっと出られた。あれれ、偽物っぽいぞ。このケージ内に充満した正気は。私自由よ。やべえの出しちゃった。エペル下がりなさい。それは研究員じゃないファントムよ。え、これ先輩俺。やっちゃった、もしかして。始めよう。絶対シンデレラモチーフだよな、この継ぎはぎドレス。あ、ちょっと弱いぞ相手。あ、全部緑。全部緑だけど別に優位ではないんだよな。どうしてやろうかしら。あーんと、緑ぶつけたか。静かに確実に。感謝なさい。罠にかかったね。貴族戦闘じゃないよ。だってそんないないよね。いたっけ。だよな、そんな有利じゃねえんだよな。水いるしな、こっち。やばいんじゃね、やばいんじゃないのこれ。やってみるといい。贈り物を授けよう。元気がないな。落ち着いて。ああ、緑しかいない。承知した。まずいな。始めよう。ちょっと水が残るぞ。水が残る。じゃあほい。逃げ切れるとこれビル先輩でゴリ押しで一気に削れるかどうかだな。やばいやばい、すごくやばいこれ。任せ、承知した。ここで一気に、何呪いって。ちょっとおふざけはここまでにしましょう。リリア、光栄はわしに任せよ。ビル、こんなのお話にならないわ。弱い。痛む。あ、でもまあまあまあ、次でギリギリ勝てるわ。ダブル青だよ、こっち。リンゴはいかが？えい！弱い！127。見せて。よかったよかった。さすがマレウス様。マレウスドラコニア最強。どうせ戦うのな。え、これボス戦どうなんだろう？緑単色で来られるとボス戦きついぞ。やっと自由になれたと思ったのに。ID カードを落とした。あのファントム
人の言葉を喋ってた。研究員のふりをして僕たちをおびき寄せてたってこと。まさか言葉を話すファントムがいるなんて。生体模写などを行い獲物をおびき寄せる獣や鳥はたくさんいる。それにファントムとはもともと実力ある魔法師から派生した存在だろう。高い知能を有していても何ら不思議ではない。おっかねえ。階層が深いほど危険なファントムが収容されている。なるほどね。目的の ID カードは手に入った。すぐにこの収容所から出ましょう。終わっちゃった。次は？あ、これもタイタンズと戦うんじゃね？多分それっぽいよね。うわ、自信ねえ。あ、緑一色じゃねえか。緑と無属性か。火2体しかいねえんだよな。バースデーリリア。あ、こっちにしとくか。こっちにしといた方がまだ安牌だよな。勝てるかな。自信ねえ。言っとくか。こっちのリリアの相方って誰だったっけかな。あ、ディオオルトだ。誰だな。オルトだったらいないからな。こっちの方がまだいいな。これで行こうか。行くよ。入り口からかなり下ってきたはずだけど、どんどん気温が下がるわね。冷気が足元から吹き上げてくる。洋服を着ていてもちょっと寒いかな。グリム大丈夫かな。これにしとこう。分厚い毛皮を着ているんだから私たちよりは寒さに強いはず。心配はいらないわ。あんたがそんな不安そうな顔をしてたらグリムも出てきたくなくなるわよ。まず寒さに縮こまって丸くなった背筋を伸ばす。あ、叩かれた。あんたはオンボロ寮の監督生でしょ。堂々となさい。お、来た、タイタンだ。地震これは地震じゃない。この音は音でけえ、音でけえ。タイタン潰してやる。全力でかかってめっちゃ過激派やん。うわ、4万7000もある体力。本当に勘弁してくださいよ。もうここもうダブルで火、いやダメだな、もったいないな。ダブルで火当てるのはもったいない。承知した。無属性来る可能性高いから水ここでぶつけて、はい、いい感じにしといて。それヒラメージダウンって強くないですか。弱い。そら内定の槍使ってこれどうにかなるん、この状況。ああランダム、どうしよう。真ん中から無属性当てて。楽しそうだな。目が覚めた。やっぱ勝てないんじゃねこれ。見せて。シュウヤン、これ修行編突入なんじゃねえか。あ、緑。任せて。まあ、もうしょうがないよ。あれが獲物かい。感謝なさい。それが本気。ダメそう。本当にダメそう。逃げ切れるか。痛い。緑ぶつけたくないよこれ。でも緑ぶつけるしかないじゃん。あ、違う、緑ぶつける分にはまだいいか。足音は禁止した。罠にかかったね。よしよしよし。逃がさない。超
超ギリギリじゃね。ルーク、プレゼント期待してるぞ。心から君を祝おう、リリア君。懲らしめて。これはまだ5000しか差ないんだよな。こうか。楽しそうだな。真剣に考えた。贈り物を授けよう。元気がないな。とりあえず時間の無駄、体力差では勝ってんだけど勝ちになんない。見くびるなよ。あーよかった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 。削り切りじゃなくてよかった。そこは優しい難易度だった。じゃあちょっとこれ次クライマックス見ていこうか。結構燃えるよね、雷帝の槍使うとき。緑無属性、よかったよかった。一緒一緒。なんだあの山見てった岩の化け物。まさかあれが原初のファントム。管制室でスチュークスのスタッフに聞いた特徴と一致している。あれはおそらく岩のファントム、ファントムタイタンズアースだ。足止めするわ。氷を、怪物の足を凍らせてしまいなさい。はっ。ビルさんの魔法があった簡単に破られるんずな。ジュピター、どこだ。めっちゃジュピターのこと探してる。くっ、ひとまず撤退よ。マップではこの先に雷帝の槍の格納庫がある。ウィ、しんがりは私が務めよう。みんな格納庫へ急ぐんだ。あった、格納庫はここよ。監督生、ルークさん、早く。暴れてる。すごい揺れだ。タイタンがドアに体当たりしてんのか。やばい、このままじゃドアが破られちまう。雷帝の槍はどこだい。今探してる。A16 の壁面にある操作パネルを。どこかで何かが開いた音がしたね。部屋の奥、何か光ってる。あの光、もしかして。とりあえず上だな。あれは。強ぞ。これが雷帝の槍。でげえ、こったビルさんの背よりもでったな槍どせばいいんず。超怒ってる。考えてる暇はない。とにかく起動するわよ。コード北のマキア、緊急レベル A の突発重大事案発生と認定。全魔導回路を開放、充電率 100%。 雷帝の槍起動します。すごい、槍にみなぎる魔力で全身がビリビリとしびれるようだ。操縦者の指紋登録を行います。パネルに手を触れてください。ビルさん早く、もうドアが破られちまう。わかってる。操縦者の登録完了。安全装置のロックを解除。照準サポートモードにて起動します。重い、魔法で浮かせて。え、破られた。タイタンが格納庫に入ってきた。魔法で操縦しようとしても槍から放たれるパワーが大きすぎて安定しない。あたしとエペルと監督生で本体を支える。ルーク、照準はあんたが定めて。ウィ、カリウドとして失敗はできないね。いざタイタン狩りだ。潰してやる。このタイタン狩り
で俺がどれだけの結果を残せるかだよな。4700ギリギリ自信がない俺がいる。さあ見てなさい。いいよ、感謝なさい。それが本気。落ち着いて。弱い。多分緑が来るな。よかろう。火属性当てて水当てとか。楽しそうだな。無理は禁物じゃ。おっと、ほい。まさか。じゃあもう次も結構運ゲーになるんだよな。あれがいいもの。一回この運ゲーちょっと勝負出てみよう。優雅さが足りないな。ガッ、属性で光る出すなし。あ、よかったよかった。プレゼント期待してるぞ。心から君を祝おう、リリア君。年寄り。いや、まだ1000しか差がない。あー、絶対緑じゃん。緑が絶対来るから。あー、リビアいないから連撃も当てれない。ミスった。これ足音は禁物さ。あ、これいや、よろしくない流れだな。これあれが獲物か。いいよ、これは再戦の罠に逆らう。あなたはいかが。逃がさない。で、いくぜ。次多分多めにダブル緑しよう。いやー、やっぱダブル緑だ。あ、これダメだ。これいいだろ、任せて。一応結果だけ見て。贈り物を授け。どうしたんだ。魔法はこうするの。あー、見たな。これやりたい。耐えたよ。耐久したから勝ちってことになんない。あっ、なんだ、耐久すれば勝ちなんかい。うわ、焦らせやがって。もうステージが違う。あー、すごくいい、すごくかっこいい。食らいなさい。ナイスすぎ。消し飛んだよ、タイタンが。よし、はい、タイタンを吹き飛ばしてタルタロスの穴に落としてやったぞ。勝った。私たち勝ったの。そうだとも、私たちの勝利だ。やった。雷帝の槍のバッテリー残量が低下しています。残り 10% です。充電ステーションに設置してください。一回使うともうローバッテリーになるのね。燃費が悪いこと。まあ威力が威力だったしな。あれだけ強烈な一撃を放つんだ。それも致し方なしさ。この先どこで充電できるかわからない。ここでしっかりチャージしておかなくちゃ。おや、タイマーが表示されたね。これは残りの充電時間か。もう急いでるのに。しかし先ほどのタイタンへの一撃、手応えが浅かった。あの一撃で仕留められたとは思えない。ええ、私もそう考えていたところよ。ステュークスのスタッフが言っていたように、雷帝の槍なしにはタイタンに太刀打ちできない。充電時間を待つのはもどかしいけど、この槍なしに先に進むのは危険すぎる。私たちも今までの戦いで消耗しているし、充電が終わるまでここで休憩を取りましょう。トランシーバーで他のチームがどこまで移動しているのかの確認も取っておきたいね。腹すいてんね。今の音は何？まさか他のファントムが近くに。絶対違うじゃん。ああ、
僕のお腹の音です。はあ、なんて音？信じられない。またタイタンが襲ってきたのかと思ったわよ。すいません。反応が想像通りすぎて、あはは、笑っちゃってる。上だな、笑っとこう。何よ、3人ともニヤニヤして。なんでもないよ。ビルはやっぱりビルだなと思っただけさ。どうやらこの格納庫には食料も保存してあるようだ。拝借してエペル君のお腹のタイタンを沈めようじゃないか。誰がうまいこと言えと。終わり方落ちよ。いい感じの落ちで終わった。はい、じゃあ時間もいいところまで来てるし、今回はここまでとさせていただきます。これで2チーム入れたね。なんかとりあえず耐久すればどうにかなるっぽいから、うん、そんなにコン詰めなくても良さそう。だからこっちのジャミレオチームもね、多分すんなりいけるのではないでしょうか。はい、ってことで今回はここまでとさせていただきます。この動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録してくれたらとっても嬉しいです。はい、それではシュイアンでした。またね。